どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は前々からやってみたかったパーティー、ついに完成しました。使っていきましょう。このパーティーです。草薙3体パーティーだね。前線は全部草薙です。で、後衛にオイラン、デビビラン、花坂 G です。攻撃もミスらないし、サボらない。もう最高だね。で、草薙も攻撃力がむちゃくちゃ強い。もう最強と言っていいキャラクターなので、これで倒せないはずがない。めちゃくちゃ早く倒せると思うよ。で、装備ですけども、後衛は別に装備も何もしてないです。これはお金がいっぱいもらえるやつね。で、草薙に目出し棒。で、真ん中にも目出し棒。で、右側に、ガードの秘跡だね。こいつが HP が高めに、成長させましたので、受けにはちょうどいいと思います。はい。では、クロウに挑戦してみましょう。はい、行きましょう。お、クロウに来たね。じゃあね、目標はどれぐらいで行こうか。3分ぐらいで行こうか。じゃあ目標3分で行きましょう。用意スタート。さあどうだ、いけるかな。ちょっと待って、いきなりHP 減った。魚介、こいつの好物は魚介です。嘘、あれさっき俺ね、うわ間違えたな。ウニを買ってきてセーブし忘れたな俺セーブするの俺思いっきり忘れてるぞ。よろしくないね。おお、やった、草薙また出た。あ、全然耐えれるよ。耐えれるし、後ろからのお世話で回復もできてる。はい、どんどん行こう。3分以内でなんとか倒そう。これ受けをするんだったらやっぱりね、トゲニャンが一番いいな。アタッカーをわざわざ受けにするところでもないかな。でもまあ見た目はねいいよ。やっぱり見た目抜群。この草薙3体っていうのはなかなか威圧感があって好きだね。よし、まだだね、まだ1分ちょっと。よし、 OK。 必殺技来てもまあ大丈夫でしょう。その時はね、危ね、はい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 、こっちで受けるよ。はい、危な。今ちょうど1分半ぐらい経ったね。あー、これは3分じゃちょっと厳しいか。一戦でもう少し、あぶね、クリティカルが出てきてくれれば全然いけるんだけどね。いやいや、ウニをね忘れたっていうのが痛いな。何ウニを忘れちゃってるのよ。これね、ひも G を入れてきてないんで、結構回復がねそのまんまなんで、ウニが欲しかったな。仕方ない。もうスペシャルラーメンで徐々に回復しながら行きましょう。やばい、そろそろ2分ちょっと経つ。2分ちょっと経つね。2分半ぐらいです今。あー、ダメだ、5分ぐらいかかるわ。5分ぐらいはかかりそう。でもそれでも早いよね。クロウニを5分ぐらいで倒せるなんてなかなかいい。まあ、クリティカルがもう少し出てくれればもうちょっと早く倒せそうだよね。はい、今大体3分だね。今3分ぐらい。あー、やっぱクリティカルがもう少し出てくれないとちょっと厳しいか。やっぱ S ランク妖怪だったら大概誰でもいけるね。受けることはできるよね。 OK、 必
殺技受けも完璧。いいよいいよ。3分半マジ3分半。さあどれぐらいで倒せる。うーまだだな。やっぱり一人はねガードで受けないとどうしようもないから、うん、やっぱそれを考えるとトゲニャンが最強だな。クロー鬼戦では、うん、実際あいつだけで勝てるぐらいの強さだからね。あーもうそんなことしなくていい。どんどん行って、よっしゃ回復しよう。はい、今4分半ぐらいか。なんとか5分以内では倒して。あぶね。5分以内でいく。もう少しだ。やっぱね攻撃が外れないっていうのはいいね。あと1回いけるか。あぶねえ。先日ねヒーラーパーティーで行ったけど1時間以上かかったもんね。それを考えるとやっぱ早いわ。とんでもなく早い。よっしゃー楽勝。やっぱりね草薙3体超余裕です。うーん、見た目もやっぱりいいしね。やっぱり妖怪ウォッチ1草薙は最強妖怪です。ということでまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。